令和5年2023年3月13日月曜日、大安馬の日、月曜日ですね。今週も頑張ってまいりましょう。今日からマスク着用の基準が変わります。厚生労働省は個人の選択を尊重するように発表しましたね。でもこういう時って結局はマスクをした方がいいんでしょうという感覚でマスクをつけがちかと思われます。さらに声の大きい人がマスク着用をマウントを取る材料にして周りにマスク着用を強要したりなんてことが起きやすいですよね。厚生労働省からは本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようにと呼びかけられています。正直なところマスク着用についてはお姉さんはこれまで通りね、人が混雑する場所でなければ屋外ではつけないし、商業施設や公共の場などではつけます。マスクの着脱判断が細かくなりそうだからマスクの携帯が必要になりそうですね。出かけるときにはこう呼びかけましょう。ハンカチ、わなかみ、マスクは持った？さて今日のお姉さん日よりはこんな順番で進行します。新選組の日、サンドイッチデー、コモンウェルスデー、その他の記念日、3月13日生まれの著名人、3月13日に亡くなった著名人、3月13日に起きた出来事、今日はどんな一日かな。それでは本編に入ります。3月13日は新選組の日。新選組の日は2月27日にも紹介しています。1863年の2月27日、京都の警護に当てるため腕自慢の浪士が集められ、新選組の原点ともいえる浪士組が結成されました。2月27日の新選組の日は浪士組の結成に由来します。江戸で結成された浪士組ですが、京都へ移動すると清川八郎の策略により尊王攘夷の兵に組み込まれることが発覚します。そのため浪士組のほとんどが江戸へ帰ることになったのですが、芹沢鴨、近藤勇を中心とした24人が京都への居残りを希望します。3月13日に居残り組が会津藩の預かりとなり、新選組の前身である壬生浪士組となりました。3月13日の新選組の日は壬生浪士組の結成に由来します。ちなみに壬生浪士組が新選組になるのは同年8月のこと。8月18日の政変の警備に出動し、その働きが評価され新しい大名新選組を拝命します。新選組ってお姉さんは芹沢鴨暗殺後の新体制ってイメージがあったけど、芹沢鴨暗殺は翌月なのよね。新選組って剣豪集団のような言われ方をするけど、新選組内で教えていた天然理心流はそれほど著名な流派ではないのよね。近藤勇が田舎で教えていた道場の流派、有名道場の剣士に用心棒をしてもらっていたっていう話も聞いたことがあるわ。でも新選組内で教えていたのは剣術よりも集団戦術。江戸時代は剣術よりも捕物術が発展したというけど、捕物術に近いものがあるんじゃないかしら。平和ボケした鎖国下の日本で新選組ほど実戦経験豊富な組織はなかったとも言われるわね。3月13日はサンドイッチデー。1が3で挟まれているのでサンドイッチ、サンドイッチというダジャレ。特に誰が何の目的で制定したというものではありません。ジョークが広まったもののようですね。サンドイッチの名前の由来はイギリスの貴族第4代サンドウィッチ伯爵ジョン・モンタギューにちなんで付けられたものとされます。モンタギューは大のギャンブル好きで、徹夜でカードゲームに興じるため片手で食事ができるようにパンに具を挟んだものを食べていたという話を聞いたことがある人は多いんじゃないかな。でもモンタギューは海軍大臣、北部担当国務大臣といった要職についていて、徹夜でギャンブルをしている暇なんてなかったという話もあるわ。キャプテンクックの支持者で、キャプテンクックがハワイ諸島を発見した時にサンドウィッチ諸島と名付けるくらい尊敬されていたそうよ。フランス革命の機運が高まっている時期、市民からは不人気だったためゴシップで貶められていたという説が強いようです。つまりサンドイッチ伯爵はギャンブルに興じるような放蕩者で、食事を手づかみで食べるような不作法者だというようなイメージを持たせるためのルフだったというわけね。実際の人物像は海軍、政治、芸術と多忙な日々を送っていたそうです。仕事の傍ら食べられるようにパンに具材を挟んだものを執務の傍らに食べていたのではないかと言われています。3月の第2月曜日はコモンウェルスデー。大英帝国の繁栄を記念するイギリスの祝日ね。コモンウェルスはイギリスとその植民地からなるイギリス連邦のことを指します。かつてはヴィクトリア女王の誕生日である5月24日をエンパイアデーとして祝日としていました。帝国主義の終焉からエンパイアデーは外文的によろしくないと判断されたのか、1958年にコモンウェルスデーに改称し、
3月の第2月曜日に変更されています。現在コモンウェルスデーに歴史的な意味合いを持たないとされていますが、イギリス人にとって過去の栄光を偲ぶ誇らしい日。3月13日には他にも記念日が制定されています。それぞれ簡単に紹介していきますね。昭和63年、1988年3月13日、本州と北海道を結ぶ海底トンネル青函トンネルが開通したことから青函トンネル開業記念日。昭和24年、1949年3月13日、現行の漁業法が施行されたことから漁業法記念日。ちなみに旧漁業法が制定された4月13日は水産デーとなります。マルカ食品がペヤングソース焼きそばを発売した昭和50年、1975年3月13日に由来してペヤングソース焼きそばの日。ちなみにペヤングというブランド名は当時まだ高かったカップ麺を若いカップルでシェアして食べてほしいという願いからペアとヤングの組み合わせで付けられました。ピヨングというブランドもありますが、こちらもマルカ食品のブランドでペヤングの廉価版といったところです。3と1と3でチェサンと読む語呂合わせからチェサンの日、チェサンのお店という生春巻きを中心とした食品会社が制定しました。生春巻きやトルティーヤといった巻く包むにこだわったワンハンドで食べられるサラダやそれに合わせたドレッシングなどを手掛けています。また毎月13日は113で一汁三菜の日と、と3で登山の日、石井スポーツ登山の日となっています。と、と3でお父さんの日、頑張っているお父さんに月に1回感謝の気持ちを表しましょう。3月13日の記念日は以上です。漏れがあったりしたら教えてくれると嬉しいな。3月13日生まれの著名人は日本マクドナルド創立、日本トイザラス創立、藤田伝。マクドナルドの日本誘致の話になるとダイエーの話題がよく出てきますね。後にスカイラークを立ち上げる横川か、ダイエーとの三つどもえの形になり、最終的に日本マクドナルドを勝ち取ったのは藤田です。藤田は輸入雑貨商として女性をターゲットにした商品を販売し、百貨店に卸していたそうです。ユダヤ商人を参考にした商売で欧米からも一目置かれる存在だったとか。モノマネ、コロッケ、モノマネ師と聞いて真っ先に浮かぶのがコロッケではないでしょうか。辞典は午後、反論は認める、などなど。たまに今日は自分の誕生日だというコメントをいただけるのですが、あらかじめ教えていただけたら動画の中に取り込んでみたいな。3月13日に亡くなった著名人は越後の竜、上杉謙信。あちこちに喧嘩を売って回るバトルジャンキーってイメージがあるけど、どうなんだろう。武田信玄と上杉謙信って歴史上の役割はそれほど強くないからあまり馴染みがないのよね。戦国時代に驚異的な勝率を叩き出している上杉謙信ですが、喧嘩を売る方なら自分のペースで戦争に持ち込めるので、それも勝つ要因なんじゃないかな、なんてことを考えたりします、などなど。3月13日に起きた出来事は、1863年新選組の前身三部老士組結成。1942年文部省が横書きは左から右と定める。横書きの向きが変わったのって戦中のことだったのですね。てっきり戦後だと思っていました。でも当時は国粋主義者が左横書きを米英崇拝として非難していたそうな。明治から戦後までは横書きの向きは統一されなかったみたい。1988年、青函トンネル開通。2023年、何があるかな。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。またお姉さんに付き合ってね。